お集まりいただきありがとうございます。これよりスマートイルミネーション泉開会式を開催いたします。まずはじめにご来場の皆様に泉区長の島村忠司よりご挨拶申し上げます。皆様こんばんは。泉区長の島村忠司でございます。主催者の泉区役所としてご挨拶をさせていただきます。本日はスマートイルミネーション泉へご来場いただき誠にありがとうございます。このスマートイルミネーションは環境に優しい LED などの省エネルギー技術とアートを融合させた新しい夜景の創造を試みるイベントとしまして、2011年から横浜の都心臨海部を中心に展開されておりましたが、昨年初めてこの地蔵原の水辺で開かせていただき、今年も引き続き開催する運びとなりました。今年もこの地蔵原の水辺を彩る桜の木に取り捨てられた多くの光の実は、事前に泉区内の小学校や保育園、幼稚園などのお子さんたちに作っていただいたものです。なお、この光の実の材料は協賛団体の横浜泉ロータリークラブの皆様からご提供をいただいております。また今回のテーマは光と影の動物園、水辺をめぐる冒険の夜となってございまして、会場のあちらこちらには様々な動物たちが隠れており、この動物たちを光を使って探していただくプログラムを用意しております。なおこの開会式のすぐ後には小学生のお子さんたちが動物に扮して会場を歩く不思議な動物の仮面パレードが行われますので、ご覧いただければ幸いです。このパレードにはオアシス21世紀の会の皆様にご協賛いただいております。昨年に引き続きスマートイルミネーションが開催できたのも協賛団体の横浜泉ロータリークラブとオアシス21世紀の会の皆様のお力添えあってこそです。この場をお借りしまして敬意を表するとともに厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。また泉区連合自治会町内会長会や運営に携わっていただいているボランティアの皆様にもご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上げます。12月を迎え朝晩は冷え込んできたここ泉区ですが、このスマートイルミネーション泉で集う人たちがご来場の皆様にとって心温まる時間となることを期待するとともに、改めて皆様のご来場を感謝申し上げて、主催者である泉区役所からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。今年度もスマートイルミネーション横浜は象の花パークでも開催されました。
イベント全体を通じての実行委員会であるスマートイルミネーション横浜実行委員会委員長国吉直樹様よりご挨拶をいただきます。皆さんこんばんは。スマートイルミネーション横浜実行委員会委員長の国吉直樹と申します。よろしくお願いします。本年もこの地蔵ヶ原にスマートイルミネーションが展開されるということで非常に楽しみにしてまいりました。スマートイルミネーションは先ほど区長からもお話しいただきましたように環境に優しい光、そしてアートの融合、こういったものでございますけれども、一方で人と人を結びつけると、地域を発見するという光も目的としております。この泉区においてですね、この地蔵ヶ原を中心にまた展開されるということは非常にこう泉区らしくて素晴らしいなというふうに思っています。また今年は、動物たちがまた登場するということで、これもまた新しい趣向だなということで、非常に期待しております。泉区さんの他にもですね、その既に開催しました緑区であるとか金沢区でもこの後展開されますが、こういった先ほどご紹介ありました、横浜泉ロータリークラブさんの方々とかですね、オアシス21世紀の会の皆様方、こういった方々のご協力と、それからアーティストの方々のご努力で、泉区らしい面白いイルミネーションができることを期待しております。どうも、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、地域を代表し、泉区連合自治会町内会長会会長、木南久美様よりご挨拶をいただきます。皆さん、こんばんは。連長会の会長を務めております、木南でございます。今日、本当にイルミネーションのこの会にですね、ご参加いただきまして、大変ありがとうございます。私ども協力団体でございますので、区長をはじめ皆様にどうもおめでとうございます。本当にだんだんとついてまいりましたね。ちょっと心配したんですよ。明るいとね、やっぱ見えないんですね。でも本当にこういろんな色がこう出てきて綺麗ですね。今日お昼にね、2時過ぎ頃に行きましたらね、お孫さんと一緒に来て、あれだよって言ってね、こうやってるのを 見ました。きっとこうしてついてしまうと、もうどれだか分かんなくなっちゃうから昼間見に来たんでしょうね。昨年に続いてですね、そういう形でもって皆さんと心温まるひとときが過ごせたらいいなというのを思います。ああ綺麗だったねって言って、いつまでも子供の心に残るような、そういう会でありたいなというふうに思います。本当に昨日からまた今日昼からですね、準備していただいた方に本当に感謝申し上げます。ここはこういう水辺でございますけれども、ご近所の方々は本当にね、夜夜間にこういう形でのイベントでおやかましでございますが、ちょっとの時間でございますので、一つご協力のほどお願いしたいと思います。本当に皆さんいろんな形で楽しんで帰られたら嬉しいなというふうに思います。どうもおめでとうございます。